朝ですということは今日は妹の家に行ってきたいと思います。今日は茨城でね、試合あるんで、ついていこうと思います。今朝の6時です。じゃあ、これから行きたいと思います。朝ごはん、パンです。いただきます。おはようございます。ちょっと眠いんで休憩します。今はどこかっていうと、今は笠間に。 います着きましたあと2 0キロ2 5キロぐらいなんではいトイレ経験してちょっとあれかな感じで一緒にますせっかく笠間パーキングに来たんでトイレだけじゃもったいないということでお店の方も覗いていきたいと思います今は大会とかもないのであのこういうアイスクリーム食べられるんで 食べたいかなーとか思いつつ店の中に入ってきます言うて笠間のパーキングは結構来たことがあるのでだいたいどんなものが売ってるのか分かるんですけどとりあえず見ていきたいと思いますシーズン中では食べられなかったパ菓子パンたちとジュースたち食べたいと思いますということで買ってきたのはまずは信玄チクレープレジ横にあって買ってしまいました そして続くは先ほども映ったレモン牛乳のジュースあとは先ほどまたこれも映った菓子パンのミルクパンドキュースまずはミルクパンをいただきますこの首かしげはあんまりミルクの味しないなという首かしげです 続ききままししてレモン牛乳のジュースをいただきましただこれは前も飲んだことあるんですけどとてもおいしかったです。栃木の名産品なんですけどねこれはということで運転してきて会場に着きましたこれは僕が高校生の時にはなかった新しい体育館ですほん僕が高校2年生の時には茨城で関東大会あったんですけどその時にもこれがあればな ここでできたのになという感じでしたね。中もとっても綺麗でした。な、なん、なんかあの、B リーグバスケの試合をやるために作られたみたいな感じだそうです。ということで、先ほど食べられなかった信玄餅クレープをいただいていきたいと思います。これは売られてる状態が冷凍で自然解凍必要だったんで、ちょうど20キロぐらい運転してきて、いい感じに溶けてました。 これはまあまあでなんですけどまあとりあえず時間もあるので今日の大会についてこの日の大会について説明したいんですけどこの日の大会は茨城新聞社記って言ってまあ僕が高校生の時でももちろんあってあの結構参加校も多くてですね勝ち上がるのは大変だったなという。ま僕、あ、僕自体ははが出た時は 2回戦も、2回戦ぐらいまでしか行けなくて、結局勝ち上がれなくて、あ、ここ勝ち上がるの結構大変だなと思ったような大会でしたね。で、レベルも高くて、で、男子と女子がね、別日になっていて、女子が先にあって、その次の日に男子のトーナメントがあるといった感じになっております。まだ試合が始まるまで時間があるというところで、ちょっと周りを歩いていきたいと思います。 お腹減ったんで松屋に来ました会場から5分ぐらいのとこにありました近くて便利でしたということで店の中に入って注文していきたいと思います最近の松屋はタッチパネルになっていてちょっと驚きでした僕がいつも行ってる松屋はまだタッチパネルじゃなかったような気がするんであのこっちの方があの店員さん呼ばなくていいんで楽でしたということで今日頼んでいきたい っってていうか迷ってるのはここのカットステーキのビーフストロガノフと隣に見えている黒毛和牛入り粗挽きハンバーグのビーフシチューっていうの迷っててと思ったらここでそっちの黒毛和牛の方が品切れだったのでこっちのカットステーキのビーフストロガノフをいただくことにしましたセットメニューはいいやっていうことで注文しました お茶を取っていきたいと思います。寒いので温かいお茶です。注文した商品が届きました。美味しそうですね。 いただきますまずは温かいお茶を一口いただきましたまず最初にいただくのがストロガノフをご飯にかけていただきましたとっても美味しかったです 幸せそうな顔をしていますそれでこれがストロガノフでしょうかそして今日の試合はえー、っと妹の学校の試合が初戦が10試合目なので、まあ、言うて試合が始まってからも時間があるということでゆっくりご飯をいただくことができましたとっても美味しかったです ごウィーすということで試合会場に戻ってきましたとっても綺麗ですこんな感じでとっても綺麗ですお土産屋さんが1つ出てましたまだ試合まで時間があるので編集しながら待ってましたで編集もまあ一段落ついたっていうところで学校の課題やってました 試合も始まって結局これは準々決勝ぐらいの時ですかね確かちょっと自撮りしてましたで,準々,決しあで準々決勝始まる前までがちょっと時間があったんでその間にコンビニ行ってピザマンを買ってきましたでこれは多分準決勝が始まるぐらいです多分先週負けたチームなんで 今日は勝ちたたいっすね試合終わりました準決勝で3対0で負けてしまって今日は3位という結果でした、まあ、この大会で3位ということで、まあ、結果自体はとても良かったんですが、まあ、決してその何て言うんでしょうかねその楽観視できない内容ではなかった内容だったんじゃないかなっていうふうに思ってます選、まあ、選抜予とというこが 選抜予選が近いので、まあ、気を引き締めて頑張ってもらいたいところです今日は本当疲れましたで帰りのパーキングですここで妹を回収して帰るところですノンストップで運転したのでとっても疲れましたということで着きました橋へあー疲れたマジであのー、ここで 拾わせていただくので早く学校のバスよりも早く着かないといけないってことだったんでノンストップ運転でめっちゃつらかったです。なんとか事故せずに帰ってこれました。イエーイってことで待ちたいと思います。はい、はい、家帰ってきたから夕ご飯です。今日は言うて3位ということで唐揚げでした。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャ,チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。